ボール先行、どうだ、ボール外れました。ランナー2人たまった。さあまず斉藤ピッチングコーチが出る。ラミレス監督も代打浜口下げました。経験豊富石川出てきました。この石川のバッティング練習見ていますと、ポン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 ライトスタンドにボールを運んでおりました。ランナー2人たまってがぜん盛り上がるレフトスタンド、青く染まった東京ドーム。ジャイアンツは変えられないですよ。ノーヒットで5回ですからね、勝ち投手の権利あるんでね、はい、これは交代できないんですよね。がぜん声が大きくなってきましたベイスターズファン。さあ13年目、31歳になりました石川。片やルーキーの23歳畑清秀。初球大きく外れました。これ今インコースのストレートのサインですよ。ここですよね、はい、カットボールですかね。あ、カットボールですね。それがこのだけはそれるんですもんね。さあ畠清秀は大きな踏ん張りどころ、しかしまだヒットは打たれていないんです。空振り147キロ。今のも真ん中で低めですもんね、はい、キャッチャーの構えてるところに行くとボールかなり入ってますもんね。中に入ってますか。ただ高さが低かったんでね、あちょっと肩が離れてるよと、もっと前で腕を振れというそんな小林の願いが届くかどうか。ワンエンドは低めストライク、球審丹波の右手上がりました。ワンボールツーストライク。追い込んだのはジャイアンツバッテリー。そういえば木村隆二コーチはこの畑がちょっとリリースポイントがまだばらつくところがある、キャッチボールからそのあたりをしっかりすればもっといいピッチャーになると、そう話をしていました。さあアウトローに投げ込めるか、どうだ、わずかに外れてツーツー。勝負はインコースのカットボールでしょうね、この辺のね。そうですか。カットボールかここにフォーク投げるかっていうことなんでしょうね。それをどう石川が見極めるか、見れるかですね。見送られると嫌でしょうね。そのインコースに構える小林、ストレートですかね。まっすぐ来ましたね。148キロ。もうここは自分の持ち味のストレートで勝負という判断でしょうか。自分の持ち味はストレート、そう話している畠清秀。長い間合い、ストレート、セカンドゴロ、ダブルプレイ。その自慢のストレートでルーキー畠乗り越えました。さて東京ドームシーズンシートのご案内です。2018年に東京ドームで開催されるジャイアンツ公式戦もご契約席で観戦できる読売ジャイアンツシーズンシートの受付を実施しています。バックネット裏やベンチに近い内野席エリアのシーズンシートのほか、ビュッフェサービスをご利用いただける特別席プレミアムラウンジや、ジャイアンツとビジター球団の OB による生解説を聞きながら観戦できるレジェンズシートなど人気の席種を取り揃えています。
10月末までにご契約いただいた方には今年11月に行われますファン感謝デージャイアンツファンフェスタにご招待する早期申し込みキャンペーンも実施しています。お得意先への営業活動や社員の福利厚生、プライベートでの観戦など様々な用途でご活用いただけます。資料請求の受付、詳しい情報は読売ジャイアンツシーズンシートの特設サイトでご案内しています。あなただけの専用席、シーズンシートでぜひご観戦ください。もう最後は開き直るかのようにストレートですね。はい、真ん中ですよ、インサイド構えたら真ん中高め、すごく危険なボールだったんですけど、まあホームランになってもおかしくないけど球の力が勝ったという表現の方がいいんでしょうね。そうですか、はい、まあ、こちらもリプレイ映像で小林が畑に声をかけているそのシーンをご覧いただいています。まだ危険をはらんだ、まあ、6回7回になると思いますね。結果ただこれで5回畑の6勝目の権利を得て、しかもまだノーヒットノーランと。そうです、そうです、いうことなんですよね。うん、このあたりが高橋由伸監督の判断がどうなるのか。はい、